元フジテレビの久代萌美アナ32に続き、2008年にテレビ東京を退社し、フリーアナウンサーとして活動していた亀井恭子39も吉本興業とマネジメント契約を締結したことが先日発表された。実は今吉本側が女子アナ獲得に意欲を見せているという。芸能関係者はこう言う。吉本といえばお笑い芸人のイメージが強いですが、現在は NMB48 のメンバーをはじめとするアイドルや文化人、野球選手などスポーツ選手も業務提携しており、事業は多岐にわたっています。その中で最近は女子アナが輝ける場面も用意していこうという方針になっているそうです。そもそも吉本は全国にいくつもの実写の劇場があり、毎日のようにイベントが行われているため司会の仕事は常にある。また今年3月には BS 吉本も開局、次局で制作する番組も多いため、女子アナたちをそれらの番組に出演させることができます。とはいえまだアナウンサーの専門部署が設立されておらず、受け入れ体制は万全ではない。久代アナは現在芸人部署でプラスマイナスやおばたのお兄さんと同じ班にいるそうです。しかし亀アナも加わったことで体制を早急に整備しようとしているといいます。そんな吉本がまず狙いを定めるのは、独立する女子アナが増えている今、パイの奪い合いが熾烈になっているフリー女子アナたちだという。アナウンサーはコロナ禍でロケ番組への出演も減り、密を避けるためスタジオに出演する人数も減らされている。そんな中で局アナを使う番組が増え、フリーアナにオファーが来るとしても一握りの人気アナばかり。それならば司会の仕事や自社番組に安定して出演することができる吉本に入社したいと思っている女子アナたちもいる。そんなフリーアナを口説いていこうとしているようです。当然さらにフリーへの意欲を示している局アナもターゲットにしているという。番組制作関係者はこう話す。まず着手したのはローカル局の女子アナの掘り起こしです。吉本は BS 吉本の開局に合わせ、元テレビ神奈川の赤間由香アナ28と元テレビ金沢の佐竹美希アナ29を採用しました。ローカル局では吉本芸人が主体の番組が多く、女子アナたちも吉本芸人との親和性が高いからです。すでに何人もが打診を受けていると聞いています。そしてある程度地固めができたところで、将来的には B 局の S 級の獲得も考えているという話も。次の吉本女子アナとして名前が浮上しているのがテレ東の森かすみアナ27だそうです。森アナは入社2年目にしてワールドビジネスサテライトのスポットキャスターを務めるなど、エース候補として話題になっていましたが、現在は後輩の田中ひとみアナ25の人気に押され犬になっていると言われています。しかしそのアイドル的なルックスからコアなファンも多く、愛嬌がありサービス精神旺盛な彼女は業界内でも好かれている。内村照吉ら応募書にも気に入られています。さらに話すと面白い一面もあり、テレ東で固い仕事をこなすより芸人と組むことで彼女の良さもより際立つのではないかと言われ、吉本も注目しているそうです。当然
新たな女子アナ王国の誕生か。